アビタンの家族、コーネリウス・クリーグ・ホフ・サク・アビタン、ハベティンツとは、フランス出身、または、フランス移民を先祖に持つ、ヌーベル・フランスの農民を指す。特に、現在のケベック州の、セントローレンス湾やセントローレンス川沿岸に、住んでいた人々のことで、彼らは自らをこう呼び、また、17世紀から20世紀初頭までは、ヌーベル・フランスの他の社会階層の人々からもこう、 呼ばれていた。20世紀に入ると、この言葉は衰退し、より現代的な、農民、または、農産物生産者という表現へと変わっていった。ヌーベルフランスの土地の区画、中央に製粉小屋がある。ヌーベルフランスのアビタンの身分は、主に彼らの領主との関係により定められていた。領主の多くは、フランスから来た貴族、または、聖職者で、広大な領土。 または荘園を有する者にのみ、領主の称号が課せられた。このような制度のもと、上流人種が領地を所有し、伝統に則っ,った封建制を作り上げた。領主の土地で得られた豊富な富は、主にアビタンが開拓することによって築かれたものだった。国王類13世が制定した土地に関する規則には、土地が一定期間開墾されない場合には、 罰金を課すると定められていた。このため、領主の代わりに、アビタンに土地が貸し下げられた。土地の権利証書を受けた、アビタンは何種類もの課税金と制約を受けることに同意しなければならなかった。その中でも、最も重要なのは、土地の賃貸であった。土地を貸すことにより、金と作物、または、労働が入手できたからである。ただし、 一旦土地を賃貸にした場合、物価の上昇や時代の繊維に関わらず、条件を変更することはできなかった。加えて、領主の住民に対する責任行為はさほど多くなかった。領主は、借地人のために製粉小屋を建てることが義務付けられていたが、その見返りとして、借地人は収穫した穀物をこの製粉所で引き、 この14袋につき1袋を領主に差し出さなければならなかった。領主はまた特定の日に住民に不益を課す権利と漁業地や林業地、共同放牧地の権利を要求することができた。しかし義務を果たしたアビタンは事実上自分がその土地の所有者となり子供にその土地を相続させることもできた。フランス統治の末期には 漁主たちの要求はより大きなものとなっていった。漁主たちは、アビタンの収める年貢だけでは間に、豊かな生活はできず、かといって、アビタンから多くの年貢を取り立てて、貧困に追いやることも不可能だった。住民たちは、濃度ではなく、自由民であり、漁主たちは、領地内の生産活動に関する、特定かつ限られた権利を握っているだけの存在だった。両主とアビタンとに、 土地の所有権がある場合、両者はこの権利が元で反目し合っていた。セイスルピスカイの求人学校フランス統治下のヌーベルフランスでは、領土は川に面した地域から内陸の森林地帯まで長方形に開けていた。このような土地の区画は中世ヨーロッパでは長い間、土地を開拓する上で代表的な形であり、そのため、 この地に入植してきたフランス系住民には有利であった。陸上での輸送の需要を最小限にするため、家屋は寄せ合って建てられた。ヌーベルフランスの場合、この陸路を使わないやり方がよく馴染んでおり、そのため、隣近所とセントローレンス川へ通じる水路の角との村地は簡単であった。水上交通は当時最も重要な交通手段だった。 アビタンの夫婦は、領主から土地を貸し下げられ、領主はその領地の特定の部分を、領地は、教会組織が管理することもしばしばあった。例えば、セイスルピス会の聖職者は、モントリオールのすべての地域を含む広大な領地を管理していた。セイスルピス会が領地を得たのは1663年のことで、ここにイエズス会とは別の神学校を開設した。 アビタンの家一旦土地を貸し下げされた。アビタンの夫婦にとって最初にするべきことは、カエデや松やブナの木を切り倒して自分たちの開拓地を切り開くことだった。切り倒した木の丸太は小屋作りのために集め、それ以外の枝は開拓地をまっさらな状態にするために燃やされた。夏に開墾をすることで一から二アルパンの土地を切り開くことができただろう。アビタンの建てた小屋は、 フレンチカナディアン様式の小綺麗なピエススールピエスで、間口6メートル、奥行き8メートルほどであった。彼らの農場は、キャベツや玉ねぎや、その他の野菜を植えた菜園はもちろん、動物を飼ったり、家族のためのタバコを栽培したりした。農場や作物、動物の世話をするのは、妻の仕事であった。子供たちは、成長するにつれて、 両親の農場管理を手伝った。時折、クードマンに見舞われた際には、隣近所や親戚の助けが得られた。また、収穫は家族全員で行った。懸命な農作業の結果、アビタンは自分の農場の作物で、ほとんど自給自足できるようになった。主要産物は小麦で、他にも、大麦やカラス麦、大麦、エンド豆、トウモロコシなども作られ、 小麦、カラス麦、エンドウ豆が主な換気。他に、リンゴやイチゴもできた。アビタンは通常豚肉や野生獣の肉を食べた。リンゴ酒やミルクがよく飲まれ、裕福なアビタンの中には、コーヒーや紅茶を飲む者も,もいた。気候の点では厳しかったものの、開墾地は豊富にあって、諸女地のため生産性も高く、18世紀には、毛川公益から農業に、経済の 土地相続の規則はパリ監修法によるもので、両親の所有地はすべての子供たちに等しく分けられるようになっていた。この規則は単にそれぞれの相続人の土地所有を主張しているだけで、文字通りの分割を要求しているわけではなかった。例えば、兄弟姉妹の場合、カズトが他の兄弟、または姉妹の土地を買って、そこの管理をし、一方で、 他の兄弟姉妹たちはその中の共有地とそれぞれの相続分を使用できて農場を作ることが可能だった。また、未開婚地が豊富なところでは、他に後取りの子以外の子供たちに財産を分け与えて、他の土地を開婚させたりもした。この場合の後取りは最年少の子で、結婚の時点で両親の土地を継ぐことになっていた。パリカン州法は、 現在のケベック州民法典の元となっている。冬の服装をしたアビタン海へホープキンス作ほとんどのアビタンが市場に出すよりも自分たちを満足させるために穀物を育て、食物と衣類を得た。ケベックの市場が小さかったため、いざという時の蓄えの方に力を入れた。ケベックが建設されて間もない頃でさえ、ヌーベルフランスにおける農民の数は極めて多かった。 1851年には、ケベックの住民のおよそ、アメリカ合衆国の東部では、この数字はかなり違ったものであった。全人口に占める農民の比率の統計では、1870年のマサチューセ同じ時期、農業従事者は、ケベックの労働人口の過半数を占めていた。カナダとアメリカとの対照的なこの数字から、ニューヨークの農民の平均と比較して三分の一の、 国内市場という事実に、ケベックの農民が直面。しかし、18世紀に入って人口が増え、輸出も行われるようになり、アビタンの納税を考えて、余剰生産が行われ、ケベックの作物は、他のフランス植民地にも輸出されるようになった。漁師から土地を貸し下げられるにあたって、ある責任、または義務が生じた。まず、アビタンは、その土地を耕し、 作物を作って生活することが期待された。一年以内に土地の一部が耕されない場合は、領主はドロアドレユニオンを使った。これは、最所有の権利という意味である。二番目に、領主にアビタンが支払う税はいくつもあった。一つは、三、これは二ソルから六ソルの間だった。これは金額にあまり価値がなく、多くの場合象徴的なものであった。土地の賃料は、 一般的に1アルパンに対して20ソルだった。アビタンが土地を売った場合は、両種はロエバントも受け取った。これは、売価の12分の1に相当する金額だった。アビタンのもう一つの義務は、両種の製粉所で麦を引き、麦全体の14分の1にあたる使用量を収めることだった。アビタンの一部は、自分が取った魚全体の13分の1を両種に献上した。 またさらに一部のアビタンは、種まき、収穫、あるいは仮入れの時期の不益が課せられた。これは、コルベと呼ばれた。ソリに乗るアビタンクーゲルホフサクネウベルフランスのアビタンの家庭生活は、活気があった。大部分の家族では、子沢さんで、しばしば10人から12人の子供を持つ家庭もいた。女性は、成長してからの大部分を妻の仕事と育児に、費やした。 ヌーベルフランスの女性にとって結婚は不可欠で未亡人になってからも再婚する人も少なくなかった。男性の人数が著しく多いため女性には夫を選ぶ権利があり、見合い結婚はあまり行われなかった。教会はアビタンの生活に重要な役割を果たした。教区に管轄地域のすべての出生結婚そして死亡が記録された。これらの アビタンにとって重要な節目には宗教に則っ,った行事が行われた。とはいえ、教区は多くの人口と増えていく土地と共に発展する一方で、アビタンは自分たちの教区に土地に教会と司祭館を提供した。教会は通常、集会所や親木の場としても使われた。日曜日のミサは、アビタンにとって礼拝のみならず社交の場でもあった。ありがとうございます。